客様は今韓国で最も人気のある俳優さん、アジアのプリンスと呼ばれていらっしゃるチャン・グンソクさん、お客様お入りください。どうぞどうぞどうぞお入りください。かわいいね。どうもはじめまして、はい、今日はもう日本語でお話できるので、はい、まあ、すっごく嬉しくて楽しみにしています。本当スタイルもいいんです。チャン・グンソクさんです。まあ、最も人気のある韓国からのお客様です。アジアのプリンスと今呼ばれていらっしゃるチャン・グンソクさん、今日のお客様です。よくいらしてくださいました。ですごく嬉しいのは、今日この方日本語でお話できるんですけど、なんといってもまあ、あの皆さんがおっしゃるのは中性的な、まあ、あの容姿と、それから笑顔がすごく可愛いのと、歌詞でもいらっしゃるので声はとても低い声で、お声がすごく高いと、もうそれでスポーツも体鍛えてらっしゃるとも言うことないっていうぐらいの方でいらっしゃいます。学生さんです。大学生、24歳でいらっしゃって、どうもよくいらしてくださいまして嬉しいです。すごく嬉しいですね。なんか徹子の部屋は時々見てくださってたんですって？もちろんです。あの韓国でもやっぱ多分みんなが知ってるんだと思うんですが、うん、見ている人もたくさんいたし、私もそうだったんです。あ、そうですか、はい、どうもありがとうございます。嬉しいですよ、お会いできてね。それでしかも日本語で話せるのがすごくね。はい、中学生時から勉強してたんですが、やっぱ多分今日のために勉強したかなと思いました。あ、そう、上手ですね。中学生から勉強、そうですか、はい、でもそれにしても日本語を勉強しようと思ったのはどうして？実は中学生時、3年生時だったんですが、その時お母さんと一緒にニュージーランドに、はい、留学して、そこでいろんな外国の友達になって、うん、例えば日本人の友達が多いだったんです。でその時から初めて教えた単語がもう結婚したいとか付き合ってくださいとか、はい、そんなことから勉強して、そうだったんですね。はい、誰かから結婚したいって言われたんですか？毎日会っています。毎日言われてました。言ってます、はい、あ、そうですか、はい、で大学は何の勉強？今まだ入ってるんですが、4年生であの映画の演出中を勉強してます。そうですか、はい、やっぱ映画撮りたい、はい、そうですか、まあ、俳優としても非常にたくさん有名なものにお出になっているんですよね。でおやりになる時に役によって、まあ、当然かもしれないけど全部あなたが違う人に見えるのがすごいなと思うんですよ。 ありがとうございます。でもまあちょっといろんな嫉妬した VTR をちょっとご覧いただいて、あのチャン・グンソクさんどういう演技なさるかちょっとご覧ください。あ、これがね、そう、ホンギルドンという、ホンギルドン、今から4年前ぐらいだったんですが、まだ若いみたいじゃないですか。でもあの時代物っていうかね、こういうの、はい、ここら여기고다리를분질러놓겠다。時代曲は、まあ、衣装の問題とか、そこら難しいんですけど。そう。あの、형이하실래요？형이만해나。このドラマではキャラクターが警察官みたいな感じだったんですよ。はい。で髪の毛を短いにやって、うん、筋肉もちょっと作って。でも指揮は面白かったですか？いや難しかったんですが、うん、その時からクラシックが趣味になったんです。まあこういう音楽はねご自分でもやってらっしゃるイケメンで。ゴミナム나는엄청나게많은사람들의사랑을받고있습니다이치만스키나시는저랑벚꽃내백만팬클럽에너하나쯤더추가한다고해서전혀패가되진않아난그런사람이니까넌이런나를좋아해도괜찮아메리아카요크세그리고내가강아지면그쪽은길냥이거든요야아와엉망진짜이사람이야야너되게귀엽다뭐하는거예요엉망いやー、いうとこもそうですけど、笑い顔があなたのね、笑顔が可愛いってみんな言うんだけど、本当にお笑いになるとね。ありがとうございます。本当そうそうそうだけどあの笑顔は可愛いんだけど声は割と男の人のような低い声なのね。割とそうですね、やっぱ俳優ではその声の問題も大事じゃないんですか。でもまあ
歌を歌う時の声はまたちょっと高い声だったりもするのでね、はい、いろんな声が出るのでね、そこはまあとっても得だと思いますけどね、はい、ただそういうあの中性のようなっていうね、女の子か男の子か分かんないって言うんだけど、声は男の子だし、それから、ね、演技もすごく男の子らしい演技の時もあるし、はい、いろんなでとっても面白いですよね。まだずっとチャレンジしています、死ぬ前まで。あ、そう、いろんなキャラクターで、うん、あの自分が一番自信があるな役だけじゃなくて、うん、多分今までしたことないなことがもう一番したいんですよね、うん、あのラブレインの初めの方なんかはやっぱりあんまり普段のあなたじゃないような気がしますよね、はいはいはい、うん、あ、今時の韓国の人はこういう恋愛をするのかなと思って見ていたら、終わりの方になってどんどん変わっていくのが面白かったですけどね、はい、うん、女の子にも優しいっていう。私は多分恋愛をやったことないので。本当の恋愛を、はい、知らないです。向かないの、はい、それは夢で見たこととか、うん、それを想像したり映画見たり。お姉ちゃん助けてください。私のことで分かったら、私は、ね、お姉ちゃんとおっしゃるんでしょ。お姉ちゃん教えてあげるよ何でも、はい、うん、私もね芸能界長いですけど、ね、あのね本当に初めてお姉ちゃんって言われたのね、はい、あなたに会った途端にお姉ちゃんって言われた。実は私も今年がデビュー20周年です。